韓国軍関係者によりますと、アメリカ軍の B-1B 戦略爆撃機2機が昨日、朝鮮半島上空に飛来し、空対地ミサイルの発射訓練を実施しました。韓国空軍の戦闘機も援護したということで、北朝鮮を牽制する狙いがあるとみられます。これについて、北朝鮮の朝鮮中央通信は、我々の重要対象物への攻撃を想定した核爆弾投下訓練を行った。アメリカこそが核戦争を挑発しようとする張本人であると批判しました。